人しか迎えに来てくれないんだ。天使って。お兄さん、私天使じゃないよ。お兄さんは死んでないよ。ねえねえ、お兄さんって人間？私のことを何て呼ぶか決めて。黒お兄さん優しいし、いろいろ教えてくれるし、今のところ楽しいし。世界に二人きりだったら名前はいらないと思うよ。今日楽しくないなと思っても、明日楽しければいいかなって。ストップ。いいかもな、それで。お兄さんは黒。これジンクス、神頼みみたいな。死にたいの？私は死にたいな。お兄さん暗いから、めちゃくちゃ俺は元気だぜって言って大ジャンプしてほしい。なんだよそれ。お兄さんはどうする？どうしよっかな。何も持ってないんだもんな。持ってないけど、いいよ。何がいい？何も持ってないんだったら、物はもらえないし。ああ。じゃあ、キスしてよ。おはよう。世界滅んだよ。赤、俺たちの物語がブルーレイ&DVD になるんだってさ。え？何それ？どこからどこまで？全部。全部？全部。じゃあ、あのシーンも、このシーンも、あれも？何想像してるか知らないけど、顔真っ赤だよ。うるさいわね。もうここまで来たらやけよ。絶対に買ってみてね。よろしく。何？今こいつなんて言ったの？キス？キス？私とキスがしたいって言った？最低。男って結局下心しかないのでしょうか？この人乙女のキスを何だと思ってるの？キスなんて冗談じゃないんだから。次回グッドモーニングオール第3話、ジャンプとキス。ありえない。本当にありえない。めんどくさいことはめんどくさいし、だるいもんはだるい。夢とか希望とか、あるようでなくて。普通に働いて退勤して、そこそこうまい飯を食う。エッセイとかにしたら、全然面白くないやつ、つまらない人生。そのつまんねえ人生の中に、運命ってものがあって、生涯のうちに一回あるかないかだとして、その運命が、今なのだとしたら、俺はこのつまらない人生でよかったなぁなんて思う。次回、グッドモーニングオール、第11話、世界の果てまで好きな人、今でも、可愛いと思ってるからだよ。